アナスタシア・クズミナは、スロバキアのバイアスロン選手。2010年バンクーバーオリンピック、2014年ソチオリンピックの金メダリスト。スポーツインストラクターで、バンスカー・ビストリツァシティアブニチュカ・ワイクのスポーツクラブ、群雄スポーツセンターデュクラ・バンスカー・ビストリツァに所属。コーチは、女子バイアスロンスロバキア代表チーム監督のミラン、ガシュペルチークと、夫で、 クロスカントリースキー競技イスラエル代表選手のダニエル・クズミン。弟のアントン・シプリンはロシア代表のバイアスロン選手で2010年バンクーバーオリンピックでは指定が揃って出場した。シベリア西部のソビエト連邦チュメニ州チュメニ市出身。8歳の時からスキーを始め、1999年からバイアスロン競技を本格時に始めた。 ロシア内務省チュメニ法律研究所、高等教育課程終了後、地元で警察官として勤務する傍ら、地元スポーツクラブ、ディナモチュメニに所属し、競技活動を続けた。ユース、ジュニア時代は、世界大会、ヨーロッパ選手権で活躍した。2002年に出場した、ジュニアユース世界選手権、リダンの大会では、ユース女子 7.5km リレーで、 初めて銀メダルを獲得。2003年コシテリスコ大会では、ユースリレーで、金、ユース 10km 個人とユース 7.5km パシュートで、銀メダルを獲得した。2004年オートモーリーエンヌ大会では、ジュニアリレーで、銀。2005年コンティオラフティ大会では、ジュニアリレーで金、7.5km スプリントで、銅メダルを獲得した。また2004年から、 ヨーロッパ選手権にも出場し、同年のミンスク大会のジュニアリレーで、金、ジュニア女子 10km パシュートで銀を、翌2005年ロボシビルスク大会では、ジュニア 10km パシュートで、金、ジュニア 7.5km スプリントで銀メダルをそれぞれ獲得した。ヨーロッパカップへの初出場は2005から2006年シーズン、第一戦で 15km 個人7位に終わったが、続く、 第2戦では 7.5km スプリントで優勝した。このシーズンにはワールドカップにも挑んだものの、第4戦でスプリント63位、第5戦ではパシュート37位に終わった。翌2006から2007年シーズンのワールドカップ第1戦では 15km 個人で自身最高の13位につけるが、オーストリアホッホフィルゼンで開かれた第2戦を最後に出場をやめた。 ヨーロッパカップ出場のため訪れたオーストリアでバンスカー・ビストリツァ氏を活動拠点とするダニエル・クズミンと知り合い2007年に結婚まもなく一時を設けたところがロシアバイアスロン連盟が出産後3ヶ月のクズミナに対し育児をやめ競技活動を再開するよう求めた上冬の競技シーズン中は夫がバンスカー・ビストリツァ氏で一人暮らしを余儀なくされることから 同市内のアパートを購入し、一家でロシアを離れ、スロバキアに移住した。そして2008年初めに、スロバキアバイアスロン協会への移籍を発表し、同年12月に、スロバキア国籍を取得した。スロバキア代表となって、初の国際大会となった2009年2月の、バイアスロン世界選手権ピョンチャン軍大会では、1 2 5トルマススタートで、 銀メダルを獲得。さらに一週間後に開かれたバイアスロンオープンヨーロッパ選手権 u 2 6ウファ大会では7 5トルスプリントと1 0トルパシュートの2種目を制覇し大復活を遂げた。同年暮れに手の骨を折る大怪我を負ったがリハビリに努め2010年バンクーバーオリンピックの7 5トルスプリントで金メダル。 10km パシュートで銀メダルを獲得した。1993年の連邦制解消後のスロバキアにおいて冬季オリンピック初の金メダリストとなった。プロフィールアンオジーカスミノービッジウェブナバイニー SK2010 年2月13日付け、したスロバキア通信社 ABC ゾシービアリーベパドラドゥスドカスロービンスカ、アイスローバコブ SME 市電誌版。 2009年12月20日付け、ハット、チャッサムリプレザントボットスラベンスコ、SME 紙電子版、2009年2月15日付け、ハット、カスミノーバジスコラザラトゥオリンピリスクメデール、SME 紙電子版、2010年2月13日付け。ありがとうございます。